シャス田中です。今回はこのアバカンを使ってドミネーションやっていきたいと思います。はいはいはい。さあ、大阪から帰ってきました私。はるばる大阪まで行ってまいりましたよ。なぜ大阪に行っていたかというと、まあ、ナナさんのライブのために行ってました。死にました。いやー、ほんとバスで死にましたね、僕は。バスやばかったな、あれ。オッケー。取れるんじゃないこれ。待って。オッケーオッケー、蹴る蹴る蹴る。あ、待って。よしよしよし。なんか知らないけど、取った。いいぞ。大丈夫か？待って待って。ブラボー。あ！ミスった。マジかよ。あれでヘッドショット判定って変な話だな。待ってよ、横危なくない？オッケーオッケー。ルジエン。ルジエンはまあまあ、さておき。おら！危ね。おら！おら！ちょっかい出すぞ、この野郎。わっ、投擲物ありすぎ。いやー、でも大阪良かったっすね。あれはほんと東京と違って、なんだろう、なんか飲食店がねすごい全然違かったですね。なんか派手でした、いろいろと。うん、言うならば派手。東京地味だね、ちょっとね。あのワンパターン、なんかあのそんな感じですね、簡単に言うと。申し訳ないけどね、東京はね、看板確かにね、あのネオンでキラキラしたやついっぱいあるんですけど、大阪のなんだろう、立体的な看板に比べるとね、やっぱりなんか地味だな、地味っていうか派手さがちょっとなんか足りないというかね、大阪がすごい派手すぎて僕はそこにまず大阪すげえなって思いましたよ。でね、ナナさんのライブはね、もう素晴らしく良かったですよ。席はね、ステージの真横の一番後ろと、真ん中の機材席あたりだったんですけどね、間近でね、ナナさんを見ることがね、あの2日目できたんでね、もうね、悔いなしですね、何にも、もう最高のライブでしたよ、もうね、全力で叫んで、全力で飛んで、もうね、いやー、よかったなーって思いますよ。セットリストもね、僕ね、いいなーって思うセットリストだったんでね、もうそこもね、満足満足満足のねところですね。おお、止まりそうなんだけど、オッケーオッケー。危ね、結構貫通するよね、ここほんと。発泡スチロールでできてんじゃないかって思うぐらいの船だよね、これ。あっち側になんか、いやー、マジか、そっちかいると思ったら、おい、何やってくれてんのねえ、ちょっとみんな飛んでくれや。危ない危ない。なんかだいぶ深くに、おい、大丈夫大丈夫大丈夫だよね。え、ちょ、止まるのやめてくれ、これこれこれ、誰誰誰、ホスト誰、ホスト相手のあれか、下から2番目か。ちょ、勘弁してくれホストさん、あんまり試合を止めないでください、本当に怖いんで。いやー、でもね、本当にね、セットリストが良かったなー。なんかもうね、懐かしい曲やらなんやらいっぱいあってね、もう僕はすごい満足でした。奈々さんがね、奈々さんのやっぱね、あのなんだろう、昔の曲好きなんですよね、僕。やっぱなんかね、こうゆったりゆったり奈々さんの歌聴ける感じがしてね、なかなかいいんですよ。それと新しい曲とのね、このね、このこう段級がなかなか良かったなって思う大阪のセットリストでした。本当にね、ナナさんのライブってなんであそこまでパフォーマンスができるんだろうってね、いつもね疑問に思うんですよ。ナナさんのやってることってあんまり他の人、他のアーティストの人やってないようなことをね、あの人はすごいやるんですよ。もうそれにね、僕はね、もうね、感動しましてね、もうそこからパワーをもらってますよ、本当に。あのチャレンジ精神というか、なんかね、いろいろ、本当にあの人はすごいんだなってこと思いますよね。いやー、ライブシアターのね、前回の、今年の2月にあったライブの話なんですけど、それもかなりね、完成度の高いもので、こんだけハードル上げちゃって大丈夫かっていう風なこと思ってたらね、もう軽々と超えてくれましたね。いやー、そこがやっぱさすがナナさんってところがね、
ありますよね。僕もね、だからいろいろなことにね、チャレンジしたいと思ってね、やっぱりね、何事もチャレンジです。マイナスになることはほとんどないと思っているので、やってね。なんで僕はこれからもこのチャンネルでね、いろいろなことについてね、チャレンジをしていったりだとかすることもあるんですよ。はい。なんでね、そこは皆さん温かく見守っていただけたら嬉しいなと思いますね。もういろいろなことにね、まあ、やっといていろいろなね、ことが経験になって、それがまたいいことを生むと思うので、何事も経験ですよね。本当今回のライブアドベンチャーは冒険でしたよ。本当に本当いろいろなね、大阪に行くのも冒険だったり、大阪のね街をね、あれめっちゃ歩いたから、本当にすごかったね。もうなんかめちゃめちゃ歩きましたよ。まあ大阪に着いた日は物販でね、8時からね12時までね、いろいろもうね、棒の足が棒になるようなぐらい、まあねやってたりだとか、そういうことやってからのですからね。あれはね、うん、すごかった。めっちゃ歩いたよ、本当に。久々にあんだけ歩いたねってぐらい歩きましたね。ほんと。2、3キロ ?2、3キロなのかな、わかんないけど。やっぱ物販のね、一番辛いとこって立ちっぱなしになるところなんですよ。物販っていうのは、販売開始前に大体みんな並ぶんですけど、販売開始になると列立たなくちゃいけなくなるんですよ。もう開始になるんでね、座ってて、まあ開始前はみんな座れるんですよね。それで開始するともう立たなくちゃいけないんで、それがもうね3時間ずっと立ちっぱなしが辛かった。あれは辛かった。歩くよりやっぱ立ちっぱなしの方が辛いんでね、レジやってる人とか本当尊敬しますよ。あれやっぱ辛いと思いますよ。ずっと立ちっぱなしですから。あれもこっち来ますよ。危ない。もうそういうね、いろいろなね、ほんと冒険をしつつ、この大阪を堪能できたっていうね、まず大阪駅がまずどこか分かんなかったっていうところから始まりましたから、僕の冒険は。大阪駅って、とか大阪って、どうなんだろう分かんないけど、駅の前とかに看板がないのかな？例えば大阪駅だったら、大阪みたいな表示板があるのかと思いきやない。だからどこが大阪か分かんなかったんですよ。しかも大阪駅でかいから。うん、でかいし、なんかいろいろなこと書いてるし、なんかもうそれでね、どこみたいな感じで、すごいね、それも迷いました、本当に。でもね、あんだけ、なんかでかいよね、本当やったら。すごかったな、本当。だから大阪はね、なんか本当、看板もいろいろそうでしたけど、なんか物のスケールの大きさっていうかね、なんだろうな、本当になんか違うなって思いましたよ。東京とかとは全然違う。本当にあれはね、面白いですね。食べるものがやっぱチェーン店がね、全然ないことが、なんかまあ僕はチェーン店よくね、行くというか、行くときはチェーン店じゃないとちょっとなんか不安でね、個人経営のお店とかってあんまり行けないんですよ、怖くて。あんまりね、一人でなんか食べ物とか食べないんで。それで、まあ、誰かとだったらノリでね、あ、行ってみようぜみたいな感じで行けるんですけど、一人になるとまたそれがね、臆病風に吹かれちゃうんですね。それがね、ほんとあったんで、もう、かなりね、選びましたね、店を。ほら、そこに寄るんやろーって。そうって中に入ってきた。お、これは？いないね。ん？こっち？どこだ？ここか。あ、こっちいる。こんにちは。あ、やばい。あー、後ろ取られたか。いや、もうね、あれですよ。本当にね、大阪っていうところ舐めてましたね。あれはね、なんだろう、すごい良かった。でね、やっぱね、関西弁僕好きなんですよ。っていうか、標準語以外の方言が好きなんで、そういうなんか会話とかをおばちゃんたちがしてるわけですよ。あー、ええなー、みたいな感じだったんですよね。あと、お笑いとかもね、やっぱなんか、あそこは活発ですよね。なんかそういう劇場みたいなのがあってね、ライブやりますよみたいなことを言ってたりだとかね、呼び込みしてたりだとか、あ、関西だなみたいなことを思うところとかあったりだとか、カニ道楽のカニがでかかったりだとか、グリコのところ行ったりだとか、ほんとね、あれは面白いね。なんかいいね、大阪って。うん、より一層大阪好きになりましたよ、僕は。
東京はね、ここがここに何があるみたいなこと分かってやったりするんですけど、東京と全然本当お店が違うのね、食べ物の。さすが食い倒れの街ですか。いやー本当ね、なんか本当お店が違かった。全部違う。本当ね、東京にあるお店がね8割消えてる感じ。まあでもね、あれはあったけど、なんだっけ、危ねうわ、めっちゃいる。待って、もう止められたらきついんじゃ。うえー、うらぶーほんとね、ほんとアドベンチャーの、もうね、ナナさん見てね、元気もらいながら、大阪見て発見しながらで、だいぶね、もう濃い2日間となりました。そして最後の最後に深夜バスでね、僕の席の真ん前にね、カナブンがいるというね、アクシデントでね、深夜バスさんからのね洗礼は終わりましたけど、いやーびっくりしましたね、あれは。ほんと息が止まりましたねいやーまたね、機会があれば大阪行ってみたいと思います。いやー初めてね、なんかこういう風な、遠く、まあ長野まで行ったことあるんだけど、その大阪までっていうのがね、一人行ったことなかったんでね、どうなるか不安だったんですけどね。うん、ホテル取らなくてもビデオ視聴室でね、寝れたんでね、あれ便利だよ。シャワーもね、タオルもドライヤーも貸してくれて2100円だったから、うん、リーズナブル。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもライブアドベンチャーに行く機会があればぜひ行ってみてくださいね。というわけで次回もかかってこーい。